Sitting, sitting, sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. こんにちは、リアル筋力ジムシャイニーです。今日はね、肩トレをやっていくんですけど、前回やったハイパーテンション法を応用できる部分は応用していきたいと思います。じゃあ最初はこのイージーサイドレイズからやっていきます。If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. これもやっぱり上に上にというか、こっちに詰めていく感じですね。まあ、前回も言ったんですけど、自分の場合はプレスと同じような反動を使いながらこれを上げるようにしていて、水平で受けるっていう意識で水平から緊張を作っていって、最後こっちに詰めていくっていう、まあ、この場合のストロークが短いので2段階でテンションを作っていきます。余すことなくね、張るんで、まあ、1セット1セットでしっかり緊張を詰めていくっていうね、回数とかあんまり追わずに、回数と重さというよりも張らせる重量と張らせていくその攻め方っていうのが大事かなと思います。Silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the... ジムに来て何もしてない状態に比べると、まあ、当然セットを重ねるごとに筋肉って張ってくると思うんですけど、そしたら当然重量も軽くしていくので、まあ、ここが立った時にちょっと張りを感じたら、その分ちょっと下げないと体が硬直しちゃってうまく受けられないので、徐々に軽くしていった方が最初はいいのかなというふうに思います。じゃあハイパーテンショントレーニングは基本的には可動域を段階によって詰めていってっていうやり方なんですけど、他にも筋肉を張らせるコツとしては、ちょっと関節の遊びを作ってあげるっていうのも重要な要素になってくるんで、まあ、そこらをこれでどう再現したらいいのかっていうので練習していきたいと思います。ガツンガツンってやっぱり受けるより、ある程度関節に遊びを作って受けた方がやっぱり張るんですよね。それプラスハイパーテンション法で可動を上げていくってなるともっと張るので、それがやっぱり肩でできたらいいなって思ってます。If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor. ちょっと難しいっすね、この話。もうちょい練習します。じゃあ次はショルダーレイズで、ハイパーテンショントレーニングプラス、関節の遊びをちょっと意識してやっていきたいと思います。
これなら若干できますね。いやちょっとね、普通のやり方に一度戻してやっていきたいと思います。If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done.Disappointment is the anchor, resolution is the sun. こっちの方がとりあえずやりやすいですね。あんまり、まあ、しばらくやりやすい方を取っていきたいと思います。もう今やった感じだと水平でタイルか、水平でタイル、水平でタイルで、きつくなってきたら水平までタイル、水平までタイルの2段階で、これは自分の場合だとしっかり張るので、まあこれはこっちを選択してやっていくと、まあ、こういうふうには柔軟にね、何種類も追い込み方を分かっておけば選択もできるし、バリエーションも増えてくるんで、まあ、そういうふうな使い方を、まあ、このマシンだとできる、まあ、何通りもできるっていうのがいいかなと思います。めっちゃやっぱツルツル、ここで今ツルツルになりましたね。2種目目のサイド、今ツルツルです。上げた時に最終的に肘がこうするような形で上げていくと、ここでめちゃくちゃかかるんで、まあこう上げていくっていうよりも、こう上げていくともっと負荷がここに張力を感じる。Silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I devour all the time. If it hurts you just like that. 聞きますね、このマシンは。はい、じゃあ次はイージーディアローインをやっていきます。まあ、しっかり肘が内側を通るように逆手で持って引くんですけど、ここまで、まあ、この前腕が床と平行になるとすごい効いてくるんで、ここでギュッて耐えてリリース、ギュッて耐えてリリースなんですけど、リリースした時に肘が伸びちゃうと緊張が抜けちゃうので、そこだけ抜けない範囲でやる。これもハイパー、テンショントレーニングで応用できるので、最後上で詰めて終わりにすると、ここめちゃめちゃ張るんで
まあ、1セットで同じ可動域で張り切るのってやっぱ無理なんですよね。やっぱその時その時の筋肉の緊張できる可動っていうのは変わってくるので、それを追い求めていくと、全てのセットで張ることができるっていう、めちゃめちゃ画期的な方法なんで、ちょっとうまくできる種目、まあ、応用できる種目はね、どんどん応用してやっていきたいと思います。今自分身長170センチなんですけど、この穴がね、2個見えるか見えないかぐらい、これだと3個になっちゃうんですけど、これぐらいの高さでやると、ちょうど軸が安定してやりやすかったので、まあ、皆さんもね、ここの椅子の高さ、自分なりに調整していただけるとバッチリ入ると思います。でこれずっと内側にキープし続けるの難しいんで、最後の引いた時だけ内側に入ってればいいです。ここで入っても大丈夫なんで、そうやって無理のないように、まあ欲しいとこだけその姿勢を作ってあげるっていうのもありですね。Disappointment is the anchor, resolution is the sun. うわ、このね、最後のね、3発、こっちで詰めるのがね、全然違うんで、終わった後、このパンプが。最初からそこでやるんじゃなくて、やっぱり詰めていった結果の、ここで終わるってなると、ここのね、張り方が全然違いますよね。尖ってますよね、リアが。リアが尖る証拠です。めっちゃ効いた。すごいですね、この方法。すげえいい方法ですよ、これ。はい、イージーリアレイズなんですけど、リアっていうのは手のひらを、まあ、前に向けた状態でこう後ろに振ると必ず肩関節っていうのはこれ以上いかないんですよ。でここがリアに、まあ、緊張を得られるポイントになってくるので、そのまんまこう持ってこうしてるイメージです。なんで必ずこれがグリって前に行かないようにイメージをしては、ここで止まってます、そのまま持って動作しますっていう感じでやっていきます。俺ポイントはやっぱ最後波動を詰めていって緊張させるっていうことは、やっぱこれも同じですね。ここはハイパーテンションしてますね。まあ、さっきも言った通り、普通に同じ可動域ではね、張り切れないっていうのは本当によく分かりましたね。
it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. めちゃくちゃ入りますね。さっきのこの逆手でどうこうの話はあくまでも自分の感覚での話で、まあ、それが必ずしもね全員に当てはまるわけではないということも、分かっていただければと思います。じゃあマッスルショルダープレスなんですが、まあ、前回の同じようにバックプレス気味でちょっとやるのと、あとはその腕がちょうど僕の場合だと伸びた時にここがこうなるように椅子の高さは設定してるんですけど、これはもう人それぞれ味付けで変えられる部分です。いやこれはもろにできますね。ハイパーテンショントレーニングはもう1、2、3ですよね。プレス系はね結構長いんで3つぐらいにうまく分けられるんですけど、イージー系とか単関節系だとまあ2ですね。そういうふうに段階としてストロークの長さによって何分割に分けるのかっていうのは最初慣れないうちはやった方がいいかなっていうふうに思いましたね。これやばいわ。これやばい方法見つけちゃったわ俺。これマジでやばいっすね。めっちゃ効率が変わりますね。超痛いてえよこれ。フロントなんですけど狙いはちょっとやばいっすね。いったフロントツルツル。フロントツルツルですね今。いやいったこれ。これもう本当にこれセンスなんですけど、降ってくるときにちょっと顔を入れてあげると関節の若干遊びができるんで、もっと筋肉が張ります。ガツンって受けるより首をね中に入れると遊びができるんですよ。背中とかでもそうなんですけど、こう受けると逆に遊んじゃってダメなんですけど、それを逆手に利用してこう下ろしてくると自然と関節の遊びができてより張力が増すような気がするんです。これあくまでも、ね、僕の感覚であり僕の感想なんですけど、僕の中ではこれかなり発見でしたね。結構張りまくってきたらフロントの重量も落とさないと次また張力を得られないので、ちょっと軽くします。
あ、十分ですね。もう十分だと思ったらやめます。はい、じゃあ最後はリアクションのショルダーレイズをやるんですけど、ちょっとリアクションのね、ショルダーレイズの設定の方法なんですけど、まあ自分が一番上げる位置まで上げたら、まあそこでこれを確定します。この辺だったと思うんですけど、これが要はフィニッシュのポジションに今ついている状態なんですけど、ここを基準に5、6センチ下に決めてあげると、もろにリアクションの性能を発揮できるので、まず一番下げる、でそこで締める、じゃあ下げる、基準を決めてこっちを合わせるっていう、そんな感じですね。ケーブルとかも何でもそうなんですけど、そうやってやると、あの本来これが何のためにあるのかっていう意味で言うと、理由として一番効率よくこれを使えるということみたいですね。これもだんだん上に詰めていくといいですね。ちょっと今詰めきれなかった、なんかここが張りすぎて詰め込めなかったんですけど、だんだん詰めていくといいと思います。やっぱりもう2セットで終わりです。これ前に振ってるんですけど、手の甲が上に向いてるんで、サイドなんで、サイドですね、サイドのショルダーレイズになります。はい、じゃあ肩トレはこれで終わりです。はい、じゃあ今回はね、まあ、できるところはハイパーテンショントレーニングをまあ応用してやっていったんですけど、まあ、もう一段階パンプできるんで、かなりの、ね、練習とセンスは当然必要にはなるんですけど、やっぱりトレーニングっていうのはやっぱ練習なので、僕もこの、ね、方法を、ね、どんどん良くしていって、もうよりパンプするようにやっていきたいと思いますので、まあ、詳しい説明は、ね、前回の動画で説明しているので、見てください。ありがとうございました。